鈴木聖氏は、兵庫県の歴史研究家。静岡県浜松市出身。昭和50年に、歴史研究家仲間4人と、兵庫県川辺郡稲川町に住所を移し、多だ銀山に伝わる、豊臣秀吉埋蔵金の調査、探索をした。伊賀の亀池に伝わる古文書を解読し、埋蔵位置を推定した。研究に使われた古文書は次の通り、 晩年の秀吉から財宝埋蔵の秘密指令を受けた、勘定奉行が経緯をまとめた、旗の三郎を見つける遺書使われた、漢方の名前や仕掛けなどを記録した、清水神流の巻、埋蔵箇所の内部の様子や、軍資金として掘り返した場所を記した、和田次郎三森秘書、埋蔵当時のただ銀山を詳しく描いた、絵図数点、などである。行動内部で探索と発掘を行い、 当時の道具や目印として刻まれた刻印、財宝を隠していたと推定される場所などを発見する。それらの資料をもとに、金星における鉱山の採掘の様子や、埋蔵金の取得方法などを研究し、著書、豊臣秀吉の埋蔵金を掘るにまとめた。事故や資金繰りの困難から、仲間は次々と探索を離れていったが、一人とどまり、研究を続けた。2012年、 聖居、去年77、黄金そのものよりも歴史の事実を確かめたい。とよく語っていたが、その言葉通りトレジャーハンターというよりは歴史研究家であった。温厚な人柄で地元の住民にも慕われ、町の文化財審議委員を務めた。また、ただ銀山史跡保存権紹介運営にも携わった。37年間にわたり、 同一の場所で埋蔵金探索に取り組んだ人物ということで、たびたびメディアにも取り上げられた。埋蔵金を見つけることは叶わなかったが、秀吉の時代から江戸時代にかけての最高道具を多数発見し、それらはただ銀銅山悠久の館に展示されている。豊臣秀吉の埋蔵金を掘る、新人物往来者1998年内容は三部からなる。 1、豊臣埋蔵金の謎ただ銀山の歴史、豊臣秀吉が財宝を埋蔵した経緯と関わった人物などが書かれている。2、調査編埋蔵金の種類や陰徳方法などが書かれている。3、発掘編埋蔵金発掘の仲間と知り合う様子、実際の発掘の様子がまとめられている。豊臣秀吉の埋蔵金を掘る、新人物往来者1998年。 ありがとうございます。